第8世代隊対戦人数級総長池田雄康明準備君です。対戦人数級総長は各大隊における戦争の最上位職及び大隊長に直接的に運営されるそれぞれあります。次の部隊は中隊長池田達也に上陸を指揮する第8世代隊本部管理中隊です。構成中の車両は81式自走馬中将救急車および除名車です。すごいね。次の部隊は中隊長杉村信也一等陸を指揮する第8世代隊第1中隊です。交通中の車両は坂道と及び人命救助システムです。なお人命救助システムは災害派遣専用の装備です。大きな車両また中隊長神尾隆彦を総理と指揮する第8世代隊第2中隊です。交通中の車は83式ドライセクション機および道路障害者乗車です。中隊長鬼塚雄二総理と指揮する第8世代隊第3中隊です。交信中の車両はモアチカブルです。すごい、次の部隊は中隊長足立拓司総理と指揮する第8世代隊第4中隊です。交信中の大型車両に乗車している隊員はそこは水上です。次の部隊は隊長山下隆弘三等陸と指揮する第8東方新聞隊第1整備大隊施設先輩です。更新中の車両は16カーおよび施設工作所です。田畑明和一等陸を指揮する第8航空専門隊第1整備大隊各車両整備中隊現在派遣隊です。交信中の車両は連邦の整備車です。次の部隊は仙台駐屯地総務隊司祭官有井薫関東陸車です。総務隊は主として駐屯地の維持管理業務を任務としております。次の部隊は第438海警隊隊長千住直樹一等陸君です。海警隊は隊員の訓練の交換および教育業務を任務としております。次の部隊は第319基地通信中隊仙台派遣隊隊長福田隆史三等陸君です。基地通信中隊仙台派遣隊は仙台駐屯地及び補給隊機関との通信確保を任務としております。続きまして補給隊機からの支援部隊の更新です。次の部隊は熊本県熊本市に駐屯します宮原社員指揮する第8警察隊です。更新中の車両は警察用オートバイ及び87式警察警戒車です。次の部隊は霧島市国分に駐屯します木原西を指揮する第12式トレン隊です。更新中の車両は東京高機動車87式対戦車巡防弾79式対戦車巡防弾および高機動車に牽引された120ミリ迫撃隊です。
交差点熊本市に通行します内山一所を駆使する第8交差点からライダーです。更新中の車両は81式短距離交通誘導弾です。次の舞台は同じく熊本市に通行します穴の装置を指揮する第8国士武器第5台です。更新中の車両は科学第5車です。次の舞台は福岡県久留米市に通行します熊本藩を指揮する第8国士武器です。更新中の車両は通報調査に牽引された155ミリ銃弾砲FS-70 です。最後の舞台は次の舞台は大分県今市に通行します浜田総長を指揮する第8戦車団隊です。更新中の車両は16式後輪高校車および71式戦車です。第2装備大隊戦車直接支援中隊です。